で、今日はアメリカのエレクトロニック産業の系譜についてお話したいと思います。で、今ですと、GAFA ですね。GAFA がプレゼンスが大きいんですけれども、もともとアメリカのエレクトロニックスというと、有名なのは、アメリカのエレクトロニックス、企業、ビッグビジネスというと、こちらの、会社になるかと思います。IBM というのは、コンピューター、で、有名な会社ですし、それから、AT&T というのはこう、えー電気アメえーっと、テレコミュニケーションですね、通信の会社、それから、GE ウェスティングハウスというのは、充電器ですね、充電器から経電器まで、やってる会社ですけれども、こうした会社というものが、1980年代の、各企業それぞれ、直面する問題は違ったんですけど、スランプに陥るという時期があります。で、それと対比して、ソニー、NEC、パナ、東芝、あといくつかあると思う。日立もですね、日立。この逆転が、逆転、この逆転対比。この逆、一つ目の逆転ですね。逆転1としましょうか。で、それが今、起こっている事態としては、逆転2として、これらの、復活といえるのか、変動としては、台湾、と同時に、こちらの企業に関しては、IBM からこの時期におけると、ソニー、すみません、マイクロソフト、それと、インテル。というような、こう、あのー、パソコン、パソコン、あの、これまで IBM っていうのは、こう、メインフレームのコンピューターを作っていたのが、それに対して、こう、パーソナルコンピューターが、台頭してくるというところで、そこで支配的な地位を握るのは、マイクロソフトとインテルなんですけれども、そういうふうに、こう、市場を失って、IBM が、コンピューター市場を失っていったのはなぜかって、これが、今日、そうですね、一つの、トピックですね。その中で、こう、マイクロソフト、インテルに対して、アップルというものが、こう、対抗勢力として登場してくると。そして、それがそのままアップルというものが、もうすでにアップルという会社というのは、こうコンピューター企業というのはとどまらない、ポジショニングを持ってるんですけれども、こうした GAFA、 GAFA が一番最初にできたのはアップルですけれども、それが、今はこう GAFA プラス、X ないし、テスラですね。こういうふうになってきたのはなぜか。そして、日本のエレクトロニック産業が、衰退していると、衰退と、言われているけども、こういう構図ですね。この構図について今日はお話ししたいと思います。大まかには、この、質問、疑問点としては、IBM、ここまで、こうビッグビジネス体制ですね。これが、なぜ衰退したのか。これが1ですね、逆転と。そして、その時の日本のエレクトロ産業の、強みと弱みはどこにあったからこそ、この、衰退に向かったのかっていう、この2つ目。
でそれからまあ GAFA っていうのをどう見るのか3つ目と、台湾韓国中国メーカー、まあ依然としてアメリカのエレクトロニクス産業がこう復活しているとは言えないと思うんですが、この、これらの企業の、強みっていうのはどこにあるのかと、大きく、まあ、この4つのポイントについてお話ししたいと思います。でこれをちょっと今までお話ししたこう産業革命の構図で裏付けますと、スライドは、パンダで、事業リソースの方でこう、供給しているということになります。でこの構図で言いますと、まあ、今まで1次産業から1次産業革命から2次産業革命、それから第3次産業革命までというところをやってきましたんですけれども、まあ、この第3次産業革命からインダストリー 4.0 というこういう、流れのところについて、まあ、これらの、トピックを中心に、まあ、お話ししたいというのが今日の、課題です。順番に言いますと、まあ、エレクトロニクスと革命とグローバリゼーションという、まあ、IBM の事例を、まあ、一番代表的な企業というのが、まあ、IBM ですので、この、企業としての経緯を見る中でこう、まず考えようというのがこれ一つ目。二つ目としては、まあ、ウィンテル、それから、まあ、GAFA というような、まあ、この1から、1からこうアメリカ企業が3人行く、経緯ですね。そして 3R&D と大競争というところで、日本系企業の、まあ成功の要因と、またその、フラジャイル、脆さということについて、まあ、3の R&D と大競争のところで、お話したいと思います。この 1,2,3 に関しては安倍津先生の経営史、をベースにお話ししています。そして、まあ、4のところでちょっとこれはまあ、私がちょっと整理したところなんですが、まあ、ウェスティングハウスというGE とウェスティングハウスっていうのは同時に、充電というよりも原子炉の設計製造という、まあ非常に重要な会社なんですけれども、それが、まあ日本でいうところ加えると、まあ、原子炉で加えると、まあ、三菱ですね、三菱重工ですけれども、まあ、三菱東芝日立という、まあ、GE ウェスティングハウスから、ライセンス生産を受け、まあ、技術の供与を受けてきた、日本の原子炉メーカーっていうのは、これが、との関係性の中でこう、まあ、今見るところでは、まあ、東芝っていうのはほぼ解体になって解体状態になってるんですけれども、まあ、一番東芝っていうのはこう日本の企業、日本 の、まあ、エレクトロニック産業の衰退、非常に象徴的な事例なんですけど、この東芝の解体がなぜ起こったのかということを、これを3で読んでお話します。ウェスティングハウス、 G ウェスティングハウスと、まあ、こうした東芝、三菱重工、日立の関係ですね。そして5で、GAFA 世界を作り変えた4機種ということで、まあ、ギャロウェイ の、 議論を中心に、丸3の議論を進めます。でちょっと、まあ、これを4は、ちょっと次回もかし積み残しになると思いますけど、まあ、主にこの 1,2,3 について、お話ししたいと思います。と言いますのも、まあ、国際形式終盤の課題としまして、まあ、日本の企業はこの米欧中の大競争時代に生き残れるかということで、まあ 前回では自動車産業、の問題ですね、まあ、日本の1980年代の経、まあ好景気されたのは、まあ、自動車産業とエレクトロニクス産業、日本というのは自動車王国ないし、まあ、電子王国、というふうに言われたんですけれど、電子立国というふうに言われたんですけれども、それがまあ今後どうなるのかというのは、これはまあ非常に一般、まあ、経営学では課題の、国際経営論ではまあ課題の問題ですけれども、これについては、まあテスラなどを中心、まあ、GM フォードから、トヨタ、テスラへの展開ということを中心に、まあ前回前々回では、自動車産業についてお話ししましたけれども、今週と来週に関してはエレクトロニック産業についてお話しします。でそのポイントとしては、この1の自動車産業と2のエレクトロニック産業というのは技術的にオーバーラップ融合しつつあるというのが、特徴だということになります。でその流れということを、まあ今日は丸2ですね、 IBMGE からマイクロソフト、インテル、それから、まあGAFA プラステスラ、というような流れに見ることと、特に、まあ、半導体ということが、まあ、今半導体不足ということで注目されてますけれども、この流れを見たいということになります。まず、まあ、エレクトロニック産業の、まあ、一番の代名詞であるこう IBM、 これを、まあ見てみたいと思います。
まあ、コンピューターというのは20世紀最大の革命というふうに言って、まあ、過言ではないと思うんですけども、このコンピューターと半導体というものが、まあ、いわゆる第三次革命、産業革命と言われているものの、まあ、中核であるんですけれども、もともとこう第二次大戦後ですね、1946年にエッカートとモックリーという人が真空管式のエニアクというコンピューターを発明したのがこの最初なんですけれども、そしてまあ1980年代にパソコンが登場し、コンピューターのキーコンポーネントがまあ半導体ということになります。で、半導体というのは初期のトランジスタから IC、インテグラルサーキットかな、集積回路、それから LSI、ラージ、サーキットなんですかね、はい、大規模集積回路、そして VLSI、というふうにこうだんだんとこうシリコンサイクルという循環を経ながらこう、まあ高機能、小型化しているわけなんですけれども、これがまあ鉄鋼に変わ、今までの第二次産業革命の鉄鋼に変わって、まあ、産業の米と言われるようなまあ戦略商品に、なっていきます。で、まあ、この第三次産業革命の特徴として、IT 技術革新、情報技術の生産方式の影響として、IT を用いて、まあ、多品種中量生産を行う、フレキシブルマニュファクチャリングシステムということと、それからまあ看板システムを流通面に応用して IT を用いて管理する、サプライチェーンマネジメントというものが、まあ、この10、コンピューターそれから半導体というものはこう自動車だったり他の製造分野ということをまあ変革していくことになります。このエレクトロニクス革命、エレクトロニクスが引き起こした変化を象徴して19世紀後半の第二次産業革命に対しての第三次産業革命と呼びます。そして、まあ、第二次産業革命においては、まあ、化学産業が誕生したわけなんですけれども、第三次産業革命においてはファインケミカル、微細化学の一部である医薬品産業がまあ交流、しています。まあ、このファインケミカルないしバイオテクノロジーというのは、まあ、現在 の, こうコロナ対応のまあワクチンなど、含めて、まあバイオ医薬という分野ですね。ファインケミカル産業というのは DNA の解明から目指し進歩区別ある、バイオテクノロジーと連動しハイテク産業の一翼を形成していると。20世紀は、まあバイオテクノロジーと IT が融合し、IT の基本コンセプトであるデジタルとバイオミックスしたデジバイオの、時代に、いきます。もともと IBM とこう、CTR という会社名だったんですけれども、1911年に設立された事務機器の製造販売会社で、まあ、20世紀になってこう政府の、情報処理というのは膨大化してきまして、それに対してこう最初はパンチカードって皆さん見たことが、あるかないか知りませんけど、まあ、僕はギリギリ見たことがある世代なんですけれども、なんかこんなふうな大きさというのはこれぐらいですね。それにこういろいろ穴が開いてまして、そのカードを読み取ると、カードを読み取って、それがまあその紙の情報を読み取って、まあその、まあ、情報処理するという非常に、まあ、今からすると極めてこう原始的な、やり方なんですけど、まあ、その時にはまあ、やっぱ画期的な意味があったんですけれども、パンチカードシステムというものを、の製造販売を、してきたこう、まあ、事務機器のこう製造販売会社ですね。その中でこうワトソンという、ワトソンは、というまあ後にまあ社長になる人間なんですけれども、民事管理で保守点検にまあ力を入れると、カスタマーサティスファクションを重視すると、CTR は成長していき、そしてまあ1924年に CTR IBM インターナショナルビジネスマシン、国際ビジネス機械ですかね、そういう会社を作りというふうに名称変換し、海外転換を進めます。転換期にはリース方式を採用して、例えば顧客に十分な視力ないときに有効な手段なんですけれども、まあ、これはまあ、GM もそうですし IBM もそうなんですけれども、まあ、ファイナンスということに、まあかなり早い段階から、入っていったところですね。まあ、GM の場合だったら自動車ローン、IBM の場合だったらまあ、まあ、この、パンチカードシステムを、リース方式で採用することによって、まあ、顧客の会社からは初期投資が少なくて済むということになります。
そして、まあ、これは、カード消耗品の、納入で高収益体質を稼ぐということで、最初はもう安く売って、かつそれからまあこの、カード処理、カードの販売、こんな形になりますね。まあ、今でもこういうビジネスモデルを踏襲しているのが、まあ、コンピュータープリンターとかプリンターの、メーカーとかですね、まあ、最初のこう初期のこう、まあ、インクもついて例えばこう2万円とか2万円とか3万円とか、まあ、いうものなんですけれども、実際それ買ってみるとその後こう半年後ぐらいに使ってこうインクを買うとインクを買おうとする消耗品を、買おうとすると、まあ、非常にこう高めに、価格設定がしてあるというような話ですね。でこの IBM というものは、まあ、IBM に関する本でこう結構ナチスのユダヤ人収容所にこの IBM が、まあ、食い込んでいったっていう話は、まあ、つとに、裏話として語られているところなんですけれども、まあ、戦時中にはこう軍需で、まあ、成長したというのがこの IBM になります。そして、まあ、先ほど言った1946年にコンピューター、というのが初めて発明されまして、さらに1950年に、まあ、レミントンランド社という会社が最初のコンピューターエニアックを発売します。これによって、まあ、これまで、パンチカードシステムを取っていた IBM というのはこう劣勢になると。これに対してパンチカードシステムに、コンピューターという、まあ、大きな技術革新が、まあ、起こるわけです。で、コンピューターというのはもっと電子的な情報を処理するわけなんですけれども、まあ、このアナログのパンチカードシステムから、コンピューターに転換するということの中で、まあ、先ほど の、 1950年トーマス・ワトソンが、トーマス・ワトソンジュニアが CEO に就任すると、コンピューターに社運をかけて、まあ、集中投資すると。そして、まあ、販売員に知識を備えさせ、システムエンジニアの地位を養成し、1956年には レビントンランド社を抜いて、まあ、トップの座を奪うということになります。IBM 社は、まあ、このコンピューターに集中投資。それと、まあ、もう一つ重要なこととして、販売員を SE に、実はこの、集中投資とこう SE の要請という、これが、まあ、IBM のこう、もともとこの、カードの販売の時にもこう自分販売員というのはこういろんな技能を持ったんですけれども、これをさらにシステムエンジニアという、まあ、コンピューターのこう使用法を教えていくような、そんな、まあ、コンサルです。コンサル、まあ、今でいうコンサル業務みたいなことを、機械を使ったコンサル、まあ、コンピューターを使ったコンサル業務っていうところに、できる人材っていうのを育てていくわけです。で、後にまあこちらの、ウィンテルにこうパソコン市場を奪われて、衰退した後、この復活、 IBM の復活にもちょっとこれは後で説明する話、ガードナー改革ですね、後に、まあ、IBM が、もう一度衰退した後に、まあ、回復する時でも、この SE、および、まあ、こう、トータルソリューションという考え方ですね、まあ、コンサルト会社になっていくというその、基盤というのはこの時に作られた、と言っていいと思います。で、ですね、その、まあ、対抗するレミントンランド社がこう、この集中投資と、まあ、販売員の SE 化というのをこれ対象しているのは、なぜレミントンランド社、まあ、IBM がこう、トップシェアを取った、まあ、コンピューターでトップシェアを取ったということを裏返し、としては、まあ、レミントンランド社が、先行していたのにそれを先行維持できなかった要因ということにもなるわけなんですけれども、レミントンランド社はまあカミソリなど他の分野を抱えていたのに対し、 IBM はパンチカードシステムをコンピューターに転換し、集中投資を実行します。そして、まあ、市場の有望性を的確に判断し、そこへ集中投資を実行する選択と集中、ということができたということにというふうに言えますね。はい。
で、そしてまあ1960年代 IBM は、研究用かビジネス用まで多くの機種を揃え、それらのソフトにこう利用者に大きな不便、あ、まあ、それらのこう、あの多用途のこう、あのコンピューターに対応、ソフトに互換性がなかったのに対して利用者は、そのため利用者はまあ大きな不便を感じたんですが、新製品システム、システム360というドミナントデザインを発表して、この難点を解消し、成功し、他社の追従を許さない独占的な地位をまあ獲得します。さらにはこういうドミナントデザインというのは、今まで皆さんに説明した中で、まあ例えばというか、その一番有力な例としてフォード T 型、T 型フォードという、まあ、その製品としての完成形、になるわけですね。iPhone で言うんだったら、まあ、おそらく、まあ、iPhone4S などぐらいですかね。4S からも 4S ぐらい、というのが、まあ、ドミナントデザインで、そのタイプのものとしては、まあ、完成形に至る、そういうような、製品というのが、まあ、あのシステム360というもの、だったわけです。で、ここまでは1960年代から70年代というのは、まあ、コンピューター業界、コンピューターで独占的地位を築いていたんですけれども、それがこう、まあ、マイクロソフトとインテル、この組み合わせにこう、まあ、競争戦で敗れるわけなんですけれども、この衰退について、まあ、衰退それから、衰退というもの、衰退と、ウインテルの登場というものを、これをまあお話ししたいと思います。で、まあ、企業の存亡にかかる大幅赤字に転落したのはなぜかということですね。これは、まあ、ウィンテル、それから、まあ、このグーグルの前哨、グーグルの、まあ、グーグルの、GAFA 登場前夜というところまでお話ししたいと思います。これ上は同じですね。まず1970年代というのはコンピューターと言いますけれども、メインフレームという、まあ、あの皆さんがイメージするコンピューター、まあ、このパソコンもそうですし、まあ、非常に小型の高性能のものなんですけれども、この1970年代のパソコンというのは非常にこう大型かつ大型で、高価なものだったわけです。で、ごく一部の企業であったりとか大学でのみ、使えるというそういったものだったんですけれども、そこから、まあ、新しい技術革新、新しい、製品として、PC、パーソナルコンピューター、まあ、その頃はマイコンという呼び方の方が、まあ、どちらかというと一般的でしたけれども、まあ、このメインコンピューター、メインフレーム中心から PC ないし、まあ、ダウンサイジング、という現象、という、まあ、この、こういう、まあ、新技術、新市場、これにまあ IBM という組織が、対応できなかったというよりも、ちょっとこの後で経緯見ますように、その一時的には適用した、それで良かったと思えたんですけど、結果としてはそれが、まあ、IBM のこう生命線を絶ってしまったという、そういう話になります。ちょっとここら辺複雑なんですけども、まあ、この新技術、新組織に、どう適用するか。まあ、経営士の、まあ、醍醐味というか、まあ、一番ポイントというものは、まあ、シュンペーターのこうイノベーションの定義というのがありますけれども、新しい技術、新しい市場、新しい生産方法などありますけれども、まあ、ことなくて言うと、まあ、新しい外部環境に、それから、まあ、企業どう適用するかと、まあ、これは、まあ、
そうですね、例えば自動車産業でいうと、前回話したところでは、まあ大量生産時代、フォード GM が争った、まあ、大量生産の仕組みから、トヨタおよび、まあ、日本自動車メーカーというものが、多品種少量生産というメカニズムを、開発することによって、まあ、成功したんだけれども、さらなる新しい環境としては、例えば自動車の場合ですと、まず自動車、まあ、後半4回では、自動車産業と、まあ、エレクトロニクス産業2つを、見ていますけれども、自動車産業の場合ですと、適応しなくちゃいけない外部環境というものとしては、EV 化、これによって、今までこうガソリン車の場合ですとたくさんの部品を組み合わせる、技術が必要だったのが、部品数が少なくなるということ、それから、まあ、自動運転ということに必要なこう、ソフトウェア、それから、まあ非常に新たな地図システムであったりとか、そういうことをこうどうするのか、これに例えばトヨタであったりとか日産であったりとかホンダがどう適用するのかって、これは一つのこう、まあ、素材なんですけど、その時にまあもう一つ内部問題あるのは、企業の戦略ですね。例えばオプションとしては、ハイブリッド、オプションとしては、まあじゃあなぜ、前回お話したところでは、トヨタが、まあ2020年代前に全てのレクサスを、まあ、EV 化するということであったりとか、ということで、まあ、今までハイブリッド化がもう10年過渡的な技術が、ハイブリッドという、まあ、ガソリンと、エレクトリック電気自動車の、まあ、ハイブリッドというものがある程度続くであろうし、そこにおいて、トヨタが持っているリソース、ハイブリッド技術というものが、継続するんじゃないかと思ったのが、中国と西ドイツ、中国とヨーロッパ、の EV 化を尻目に見て、まあ、前倒しするというふうな形のこう戦略をしているわけなんですけれども、その問題ということと、企業内部組織、例えばあれですね、そのなぜハイブリッドを捨てられないかというと、まあ、ハイブリッドですでにこう売り出しているであったりとか、あるいは、まあ例えば EV 自動運転で、EV でこう先行しているテスラというのは、例えばインターネット販売をすると、インターネット販売、ビットコイン、インターネット販売であったりとか、ビットコインで車を売るという、まあ、非常にこう画期的な、方法を出してるんですけど、それだったらじゃあ、ディーラーも抱えたこう自動車、日本の自動車メーカーっていうのはそれに対応できるのか、これからじゃあディーラーを、全てこうリストラしなくちゃいけないのかと、そういうような問題もありますよね。ですので、その、ことが来るのは、まあ、多分経営史ということで、考えなくてはいけない、経営史って結局経営学の中でどういう位置づけを持つかというと、まあ、ケーススタディなんですけれども、それぞれどのようなこう環境の下で、新しい外部環境の下で、それからまあ企業がどういう戦略を持って適用するのか、それからその時にこう内部組織というものが、どの程度こう関係があるのかと、こういうことが、まあ、経営、ビジネスヒストリーの、まあ、主題になるかと思います。言うと、まあ、この環境、外部環境、それから戦略、それから、内部組織と。この3つの関係っていうのが、こう、まあ、どういう、まあ、いくつか、まあ、これはこの250年の、まあ、今まで見てきた中での、企業の適用の歴史の中で、それぞれどういうふうにこう、適用しようとしたのか、それが、まあ、まあ、後自衛的になるんですけど、まあ、成功だったのか、失敗だったのか、それを、まあ、ケーススタディを積み重ねる、学問というふうに、まあ、私は考えてるんですけれども、そこに、まあ、一般的な法則、勝ち方の法則があるのか、どうかということを、まあ、ということがポイントになるかと思います。まあ、これについては
今まで見てきた通りですけども、これは新しいレベルで、現在の問題に適用できるかというところについて、話したいと思います。で、それがまあ1980年代の、IBM にとっての、新しい外部環境というのはダウンサイジングという現象ですね。今までこうメインフレームっていうのはこう何万ドルというような何万ドルというようなこう単位の大型の機械、大型の機械、大型のコンピューターというのができた仕事をまあいろいろこう自作、まあ今でも PC 自作できますけれども、それを組み合わせて大体こう1万、最初はもちろん高かったんですけど、まあ例えばこうこっちのメインフレームっていうのが10万ドル。10万ドルのこうメインフレーム、まあ、システム360でそれぐらいしたとして、さらにこうまあ、システム保守とかに関してはまあ毎年 の、 このランニングコストってはかかったと思うんですけれども、パソコンっていうのはまあせいぜいこうその最初の出だしの頃、まあ、安定化してきた頃になると、20万円ぐらいですかね、20万円ぐらいということは、2000ドル、まあ、2000ドル。この PC っていうのがほぼ同じぐらいの10万ドルと、まあ、これある程度こう仮定の数字ですけれども、10万ドルぐらいのコンピューターと同じことを、2000ドル の、 あのパソコンができてしまうと、いうことがこう発という新しい環境が、発生したわけです。で、その、環境変化に対して、IBM がどのように適用しようとしたのかということと、ということですね。これがポイントになります。パソコン時代のマック焼けというのはまずこう1974年にアルテア8800という最初のコンピューター、最初のパソコンですね、最初のパソコン、パーソナルコンピューターが販売されて、初年度で1500台以上がまあ販売されます。そして76年にはアップル社がまあアップル1というまあフロッピーディスクを使用したこうパーソナルコンピューターを発明します。まあ、フロッピーディスクっていうのは今もないですけれども、それまでのこうテープ、まあ、あのカセットテープみたいですね、テープ時期にやるそのテープじゃなしにフロッピーディスクという、まあ、非常にこう携帯可能な、その当時としては非常にこう画期的なこうあのフロあの、記憶装置である、まあ、フロッピーディスクを採用した、パソコンである、まあ、Apple One というのが、登場するわけです。そして、まあ、1980年代、これが、まあ、76年からこう、ですからね、まああの毎年毎年こうものすごくこうパソコンの技術が、まあ進化していくわけです。で、この仕組みっていうのが、まあ、後のこう GAFA 含めてのこう、デジタル化、IT 革命 の、まあ、あの出発点になったといって過言ではないと思います。それでですね、マイクロソフトというのは1975年に、設立されるんですけれども、最初はこうマイクロソフトというのはこの PC、IBM に対する業者さんだったわけですね。下請け。業者。まあ、このマイクロソフト、ここから来る、ここ1980年代のマイクロソフトと、Apple の対抗関係というものは、そうですね、お箱といいますか、経営史のこう国際経営史、経営史のこう典型的な話としては、20世紀初頭の、IBM、あ、すみません、フォード対、GM の話と、1980年代、90年代のマイクロソフト対、Apple というのは、これ2大、お箱の話なんですけれども、まあ、ちょっとそれも触れながらいきますけれども、まあ、それに、この2つ、マイクロソフトとアップルとの関係に関しては、結構ジョブスはちょっと亡くなってからちょっと関心が失ったところありますけれども、皆さんこうジョブスの、関連のこう本だとこうよく、なぜこうアップル、マイクロソフトの試合をこうアップルが打ち破ったのかというのは、非常にこう、たくさん語られているストーリーでもあります。ですけど、まあ、それは、なんて言いますかね、我々ジョブスの個性というところにカリスマ性に、まあ希釈させてこう説明する話が多いんですけれども、ちょっとそれから、企業論としてお話ししていきたいと思います。IBM とこうオペレーションシステム。この頃は、マイクロソフトが開発した MS、
DOS、まあ、D っていうのはディスク、マイクロソフトディスクオペレーションシステムというものがこう、まあ、標準に、なっていったんですけれども、後にこう、Windows、Windows 3.1.9.15、XP7、8、2000.11 とかその感じですね、そういうののまあ出発点になるようなあのオペレーションシステムという、まあそれいろんなこうあのアプリケーションですね、表計算であったりとかワードプロセッサーというものを走らせるための基本になるソフトということになります。パイの具と、まあパイ生地でいうと、まあパイ生地みたいなあのものですね。そしてまあその OS の開発契約を締結したって、まあここからして問題なのは、まずまあこの時点で IBM というものをマイクロソフトに OS 開発を アウトソーシングしたと。まずこの決断、まずこの決断がこう、良かったのか悪かったのか、なんですけれども、オートソーシングしなくちゃいけなかったということに関しては、内部組織としては事情としてはまあ多分大体推察されるのは IBM、まあ、この1と2はこう結びついているんですけれども、メインフレームという、まあ、例えば10万ドルの、パソコン、10万ドルのメインフレームを作っているところに、そんなこう2000ドルのこうパソコン、2000ドルのパソコンを使う、販売するというのは、そもそもこう、こちらのメインフレームの、メインフレームのパソコンの販売と保守。これが、まあ、IBM のシェアの、まあ源泉なわけですね。米びつと言ってもいいと思うんですけれども、そうするとパソコンというのは、まあだいぶ出てきたけれども、まだまだおもちゃのようなもので、かつ、まあ、そのパソコンを作ったとしても、まあ、儲からないと。例えばその10万ドルの、パソコン1つ のメインフレームを1つ導入すれば、例えばこう将来的にこう何万ドルという、何万ドルということが、まあ期待される、10万ドルのパソコンが10台納入され、大企業に納入される、軍に納入されるということだったらこう、儲かるんですけど、PC っていうのはこれは儲からないだろうということと、それからまあこの PC っていうのに投資してもそれがメインフレームにこう、取って代わるようなそういうものではないんだろうというふうに、まあこの時はまあ判断したんであろうと思います。まあ、その状況、これはまあもちろん状況からの推察ですけれども、まあ、そういうふうなあのことが考えられて、その時点においてはアウトソー、まあ、そのパソコンに関することに関しては、オペレーションシステムに関しても、自分 IBM っていう、まあ、当然こうエリートの技術者がいるようなところで開発するよりも、マイクロソフトというようなこうベンチャー企業ですね、この時点においてはベンチャー企業、まあ、ここに、まあ、作らせておいたら、まあ、いいだろうというふうにこう考えるわけです。そして、まあ、その IBM 開発、IBM、マイクロソフトと、IBM OS の開発契約を締結し、IBM のパソコンが、まあ、業界のナンバーワンになり、売り上げが激増します。つまり、まあ、この時点においては、IBM というのは、パソコンの登場に対して、まあ、適用できたわけですね。これが、まあ、経営史において当然、まあ、企業というのは成功し続けなければならないという、まあ宿命を負ってるんですけれども、
まあ、失敗したら責任取らされるんですよ、あの経営者は責任取らされることになるんですけれども、まあ、この最初のこうパソコンのこうパソコンショックというものに対して、最初はこう、マイクロソフトに OS を、委託することによってこう IBM というのはそのままメインフレームでも、まあ、独占的地位を持ち、そしてまあ PC でもトップメーカーになるということで、第一位的なショックに関しては適用できたわけですね、いうことです。そしてまあその、PC のこう、CPU というまあ中央演算装置を作ったインテルというのも、まあインテルはまあ他の、AMD とかあるんですけれども、まあ、そこの中でもインテル社というのがソフトを作った、ソフト OA プレンションシステムを作った、まあマイクロソフトと、CPU を作った、まあインテルというものが、売り上げが伸びると、まあ、ここまでは良かったわけですね。そして IBM のパソコンというのはオープン戦略というのを取ります。オープン戦略、というのは、まあ、この仕組み、この IBM 互換、アウトソーシングといいますと、この頃こう IBM PC っていうふうに言われたんですけれども、ちょっと思い出しますと、私の10代ぐらいですと、パソコンでは大体こう IBM PC っていう、こう IBM 互換の機種と、NEC のこう PC8800、9800というような、まあ日本製の機械ですね。それと、まあ、アップル社で、まあ、アップル1とか2とか、非常にまあ、みんな欲しかったんですけど、すごく高かったので、まあ、買えなくて、まあ、PC8001 などを買ってる人が、多かったと思うんですけれども、互換機メーカーって、この、IBM 自身がパソコンを作るんじゃなしに、コンパックとかデルなど、まあ、デルは今でも、有力なこうパソコンメーカーとして残っているので、まあ、コンパクはあんまり効かないですかね、の互換機メーカーに割安の、比較的、まあ、例えばこう IBM の純正のこう PC というもの、まあ、パソコン、パーソナルコンピューターっていうのは、まあ、例えば20万円ぐらいするとしたら、互換機メーカーっていうのは大体10万から13万ぐらいで、ちょっと性能が、コストパフォーマンスがいいというような感じだったと思います。IBM はやっぱりこうブランド力があるので割高だったんですけれども、まあ互換機メーカーの方がいいんじゃないかと、互換機の方はコストパフォーマンスがいいというような、まあそれも全てこうマイクロソフトのオペレーションシステムとこうインテルの、まあ、CPU を積んでいたわけですね。で、その IBM、この、これによって、まあ、オープン戦略で、IBM PC そのものは、IBM、IBM PC と IBM 互換機のシェアっていうのは広がった、キープされたんですけれども、まあ、互換機メーカーが、こう、伸びていくと。そのため、IBM の PC そのものは、1984年の 64% のシェアから、まあ、自利品になっていくと。一方、まあ、マイクロソフト、インテルは、互換機メーカーが、これを使用するということで、まあ、マイクロソフトとインテルというのはこう売上を順調に伸ばしていく、わけです。まあ、ここら辺ぐらいがだいぶ IBM のパソコン事業で怪しくなってきた頃だと思いますね、感じとしては。非常にこう IBM っていうのはそれやっぱりこうトップメパソコンコンピューターのトップメーカーという印象から、まあ選ぶ人が多かったんですけど、徐々にやっぱりこう互換機の方がいいんじゃないかというふうにちょっと潮目が変わっていった頃だと思います。そして1990年代、まあ、これが画期的だったのは、パソコンの発注生産システム BTO、IT を用いた注文生産が始まります。これは記憶に新しいんです。まあ、これでデルなどがこう競争優位、デルとか、まあ、この時期でいうとゲートウェイなどが、競争優位を獲得するんですけれども、それまでパソコンというのはこう、まず例えばこの、スペック、この CPU、CPU、メモリ、グラフィックボードなどこういうのをこう、まあ、大体これぐらい売れるだろうという形で、まあ、IBM ないし、まあ、互換機メーカーが作ってそれは、売るんですけれども、まあ、大抵こう新機種が出るとこう陳腐化して、安売りされるというふうなこう繰り返しだったんですけれども、ここで、まあ、デルのこう技術革新ですね、デルの
BTO ってこれ何の略かあのちょっと思い出せませんけど、 BTO っていうのは、ですね、例えばその、この頃はまだパソコン、あのインターネットでそんな普及しなかったと思うんですけれども、まあ、CPU を選び、メモリの容量を選び、それからこうハードディスクの容量を選びという、そういうような、あのいくつかこうパソコンを買う時のこうどういうふうにするかというオプションがあるんですけれども、それをこう、組み合わせて注文すると一番最適なものをこう、じゃあこれでいくらですよという、あの出てくる。まあ、今の、あのパソコンの買い方とほぼ同じ買い方になると思うんですけれども、そういうのをこう、あの出るがまあ開発するわけですね。ということで、まあ、あのそうするとこう、出るのパソコンというのがこう市場に売れるようになると、高コスト構造の IBM というのは、まあ、市場にジャストタイミングで投入するというのはできないわけですので、徐々にこうあの低迷していくと。そしてこのメインフレームというものも、一つには市場の低成長、まあ、あのそれまでメインフレームでやられた作業に関しても、まあ、あのまだメインフレームでしかできないということは当然あの固有な分野としてあるんですけれども、一定程度の分野に関してはパソコンでもできるんじゃないかというような、そういう、用途というのは増えてくるということになりますね。パソコン自身が、まあ、あの 高性能化していくことによって、それまで、メインフレームでしかできなかったということは徐々にこうパソコンでもできるようになってくると、それがまあ高い、そうするとまあ高い、メインフレームでやるよりは安い、パソコンでやろうというふうに当然なってくりますので、メインフレーム市場っていうのがこうあの低成長に落ちると。そしてもう一つは、メインフレームは、中央処理型から今メインフレームでいうとこう、まあ、このメインフレームの、メインフレームのこう、製品そのものがこう変わっていって、それまでこう、中央中あの、まあ、一つの大型の機械、大型のマシンというのが、中心に据えられる形だったのが、複数 の、まあ、あの処理システムというかこう分散的にこう、する仕組みにこう転換していきまして、そこにおいてこう IBM じゃなしにサンマイクロシステムズとかシスコのような、新しい、会社、そしてこのような会社っていうのはユニックスを採用すると。ユニックスというまあ無料の、ユニックスというまああの説明するとちょっとあのテクニカルになるんですけれども、まあ、無料のオペレーションシステムで、今その後にこう、ユニックスの流れというかパソコンにも来まして、これ来てるのはフリー BSE とか Linux。まあ、Linux を使う人はあの、まあ、今パソコンでいうと大体こうコンピュータあのソフトウェアっていうのは、まあ Windows 系か、まあ Mac 系か、それか、まあ、Linux っていう3つぐらい対応しているものが多いんですけども、 Linux っていうのは、そうですね、まあ、あのフリーのシステムで、ユニックスベースのフリーというのは無料という意味での、フリーなんですけれども、そういう、OS、というのが、まああのかまあ、普及してますね。こういうのを使ったユニックスを使ったあのものがこう主流になっているわけです。主流になってきたということになる。そうするとこう、オペレーションシステムもいらなくなるということになりますし、ユニックスは、まあ、あの Mac の OS10 以降が、まあ、あのユニックスというのをあの実装しているということになります。つまり、まあ、メインフレーム自身が、低成長になり、そのメインフレームの中でも、あの IBM のこう優位が崩れて、サンマイクロシステムズの優位ができてくると。そうすると、まあ、IBM としては立つ手がないということなんですね。ハードからソフトウェアと、分散処理の動向の中で中央処理の方式を変えなかった IBM はさらに苦境に陥ると。そして1993年に IBM は80億ドルの赤字を出します。結果としてまあ、あの一企業としてはこの当時莫大な1993ですよね、1993莫大な赤字になりますね。そこで、まあ、ガードナーが、ガードナー改革が取られまして、
ハードメーカーからソフトメーカー、ソフトメーカーってちょっとちょっとおかしな表現ですけれども、それまでハードを売る商売からもともとシステム360の時にあったようなこう、メンテナンスとか、まあいわゆるこうビジネスソリューションを提供するそういうコンサルティングの会社に、転換するというのがこうガーズナーのまあ方向性だったわけなんですけれども、販売したハードのメンテナンスや顧客の要望をした製品開発となる、ソリューションビジネスを通じても IBM はまあ復活していったということになります。ですね。で、まあ、この IBM の教訓から何を見出すか、ということですね。環境、それからまあ戦略、組織ということに関して、そうですね。その環境の変化というものも、まずまあ、結果今その IBM はこうソリューションビジネスとしてまあトップブランドになってますので、まあうまくその中長期的にはうまく適合したというふうに言えるんですけれども、まあ後から後自衛的に考えてみると、そうですね、今あの Windows と Intel がいるポジションにこう IBM がいることもできたわけですので、例えば今のそうですね、昨日ぐらい の新聞記事で見ますと、例えばアップルが3億ドルかな、あの時価総額が、まあ、すごいことになっているということになります。2位がこうマイクロソフトだそうですけれども、まあ、なんて言うんでしょうね、そのマイクロソフトがいる地位にこうIBM がいることは、可能だったはずなのになぜなってなかったかというと、まあこういった問題があるということになります。ですので、そうですね、経営史と経営学、まあ、重なる部分と重ならない部分も当然あるんですけれども、まあ、経営史というのはそういういろんなケースの積み重ねの中でこう、大まかにこういうことが言えるかどうかということを考えるわけなんですけれども、ここで言うと特にこの IBM のケースっていうのはこう、独占的、まあ、シェア、トップシェアの地、トップシェアの、メーカーっていうのがこう環境の変化があったとき、技術革新ないし、まあ、外部の環境の変化があったときに、適用できるかどうかっていうそういう問題、があるわけです。例えば、まあ、ちょっと復習になりますけれども、私がまあ専門に研究している航空機産業、で言いますと、まあ、このメインフレームからパソコンへの転換と同じぐらいのこう変化があったものとして、レシプロからジェットという、まあ、あのプロペラを、ま、あのプロペラを、ま、エンジンによってプロペラを回すという仕組みから、まあ、ジェットという、まあ、そのタービンでこう、エネルギーを、まあ、後ろにあのバックにこう飛べまして、飛ぶという仕組みにこう転換する、そういう転換というのは1950年代にあったんですけども、まあ、これは、まあ、あの説明あの既に説明したことですので、まあ、あまり繰り返しませんけれども、レシプロ世代の、2大ビッグメーカーであった、ダグラス、ロッキード、このまあ規制メーカーというものは、ロッキードはまあ失敗し、ダグラスも、失敗したのに対して、それまで、軍用機メーカーであったボーイングで
ですね、レシポ世代においては、ダグラス、ロッキードといったこう、DC、例えば DC4、DC6、それからこう、ロッキード、エレクトラ、ロッキード、コンステレーションといったようなこうシリーズを出していた、2大、トップ、まあ、トップメーカーというもの、これが、まあ、Z 世代において、まあ、ダグラスは一時的には DC8 で成功したんですけど、結局、まあ、マネジメントがうまくいかなくなって、マクダニー・ダグラスに、まあ、吸収されると。ロッキードは、まあ、ターボプロップエレクトラが失敗して、市場が、押し出されると、それに対して、まあ、軍用機、において、まあ、ジェット爆撃機を作っていたボーイング社が、旅客機において、まあ、トップシェアになったっていうのは、それはまあ、まあ、皆さん飛行機乗るため大体ボーイングに乗ることが多いと思うので、お分かりになると思うんですけれども、この場合だとこの、環境変化技術革新という、環境変化に、まあ、ダグラス、ロッキードがなぜ適用できなかったのか、そして、まあ、ボーイングがなぜ適用できたのかということになりますと、ということで一つの特徴としては、まあ、ボーイングというのはアウトサイダーだったわけですね。この時、まあ、イノベーションということにおいてアウトサイダーがアウトサイダーないし、まあ、後発有利なのか、ダグラス、ロッキードというような、先発が有利なのか、これはまあ多分一概には言えないと思うんですけれども、当然、インサイダーの方に、優位があるのは、例えばすでにもう顧客を掴んでいる、顧客を、掴んでいるという、そういう優位があるんですけれども、しかしこのダグラスの場合ですと、まあ、ジェット旅客機をこう開発したところ、する計画を出したところで、顧客の、まあ、ビッグフォーというのは4大エアラインというところで、アメリカン、ユナイテッド、イースタン、それから TWA というものは、ダグラスにジェットが反対と、買わないというふうにこう通告するわけですね。なぜかというと、それ以前までも、DC6 の次に、まあ、DC7 という、まあ、レシプロの、まあ、究極の、機体ということを開発を始めていたので、そちらの方がいいというふうに、顧客が言ったので、結局ダグラスは、まあ、ボーイングと同じ時期にこう、ジェット旅客機の開発を進めようとするんですが、それを一旦取りやめにするんですが、これが、まあ、ダグラスの命取りになるんですけれども、こういう形で、そういったところ、こう、内部組織であったりとか、すでにこう優位であるところというのは逆に、不利益にもなると、先発の利益、アドバンテージこういうのが、まあ、どういうふうに働くのかというところで、経営判断ということが必要になってくるということになります。その中でこうオプションの、まあ、技術的、特にその重要なこう市場であったりとか技術に関するオプションの中でこう最適な、成功するタクティクスを打てるかどうかということが、非常にこう大きな問題になるわけです。この時期の航空産業でいうと、レシプロエンジンを継続するということ、それから、ジェットエンジンでも、過渡的な形態としてロッキードのようにこう、ジェットエンジンで、ガスタービンでこうプロペラを回すというターボプロップという、技術だったりに対して、まあ、ボーイングのようなこう、ジェットだけで飛ぶというふうな技術の変化が、選択があったわけです。じゃあそうしますとこう、まあ、自動車産業でハイブリッド、EV、それから、まあ自動、まあ、EV 自動運転ということにおいて、
まあ、トヨタはこう日本の、アメリカの自動車販売額で、まあ、トップの地位を、まあ、トップの地位、トップだったということは生産台数では、報道がありましたけれども、果たしてこう、この今までのこうガソリン市場と、手動運転でこう、独占的、まあ、かなり支配的なポジションにいるトヨタっていうのが、こうしたこう 激烈な環境の変化に適応できるのか、あるいは、テスラのような、まあ、全くそういう、こうガソリン車の経験を持たない企業の方が、優位になるのかということが、まあ、この環境と戦略と組織ということでは、重要になってくると、それをまあどういうふうに見ていくかということが、まあ、今後の課題ということになるかと思います。で、一般的に、一般的というか、まあ、ちょっと一般化すると経営史ということで言うと、まあ、経営学においてはいろんな理論があるかもしれませんが、経営史においてはまあ理論といえるものはほぼチャンドラーモデル、と言ってもまあ過言ではないと思うんですけれども、でチャンドラーモデルというのは一番単純化して言うと、この戦略というものと経営戦略というものと内部組織、この両者の関係というのはどうあるかということについての、一つの仮説なわけですね。でその中で、まあチャンドラー仮説はストラクチャー、要するにまあ戦略、ストラクチャー組織というものは戦略に従うというのが、まあチャンドラーの主な、ケーススタディの教訓で、例えばそれが、まあ、ストラクチャー&ストラテジー、という本で言うと、20世紀初頭の、GM デュポン、スタンダードオイル、シアーズローバック、まあ、この4社、この 4ビッグビジネスというものを見てみると、緻密、まあ、この市場環境、まあ、市場環境の変化に対して、どういう戦略をこう、持って、それにどうこういうふうにこう組織が、事業性っていうのが成立してきたのか、ということを、まあ、この4つのビッグビジネスを通じてこう実証したというのは、これが、ストラテジー&ストラクチャー、戦略と組織なんですけれども、まあ、これはその通りだと思います。この4社に関しては、その戦略に応じてこう組織がこういうふうに変化したということ、それは生き生きと可視化されているというふうに思いますけれども、これグレイナーだったかな。しかし、この4つの企業以外で、このストラテジー、戦略が組織に従うと、いうことが本当に戦略が組織に従って成功したという、そういう事例が、まあ企業経営一般でこう企業経営について一般的に言えるかどうかということに関しては、なんていうか、まあ論、まあ、その経営史関係者に関して、経営史っていうのは大体ケーススタジオなんですけども、あまりこう見解が一致していないポイントだと思います。ですね。で、そのことに言われて、まあ、じゃあ意思決定って何だろうかと。皆さんは例えば、まあ、お昼に何を食べるか、さまざまなこう意思決定の連続の中でこう、人間はいるわけなんですけれども、そういう意思決定の問題、特に、国家の意思決定ですね、国家の意思決定に関して、その、まあ、オプションを提供したのがこうアリソンモデルと言われるものです。まあ、1962年、秋のこう、キューバ危機とい う, こうソ連が、そのアメリカの喉元であるキューバにこう、IRBM 中距離弾道ミサイルを導入したときに、KD 政権がまあどう対応したのかということに関する、モデルを開発したあの人で、現在は、まあ、あの米中対決の中でのこうトキディスの罠みたいな、米中対立をどう、見るかということで、まあ、でもまたヒットしている人なんですけれども、彼によると、まあ3つある、大まかに言って3つあると。第1モデル、第2モデル、第3モデル、まあ
私なりに言いかせますと、まあ、結果、ソ連から、キューバ諸島への、中距離ミサイルの、持ち込みに対して、まあ、海上封鎖という、まあ、強硬策でもない、まあ、比較的強硬策でもないけれども、強硬策なんだけれども、こう、軍事的手段を用いないという、アウトプットをしたわけなんですけれども、これがそれぞれこう3つのモデルによってだいぶこう分析が違ってくるということが、あのアリソンモデルのこう要定なんですけれども、第一はまあ国会史モデルとして、それぞれ の, こうあのプロセスというこの短期的なこう、数ヶ月のプロセスというものを、主語アメリカないしソ連といて、アメリカにとってはこういうふうな、こういうものであったと。利害に、アメリカにとってのこう利害、ソ連にとっての利害というふうに、見ていく、そういうふうな、あの、単体としてのこうサブジェクト、主語というのは、アメリカという国家、ソ連という国家として見る、仕組みで、あの、モデルですね。で、二つ目のモデルとして、組織出力モデルとして、まあ、アメリカの意思決定ということにおいては、例えばこう国防省は、こういう、まあ、それぞれの省庁の、省庁という目的のルーチンというのが当然ありますね。例えばコロナ対策問題でも、例えば、まあ、おそらく、まあ、自治省、それから、自治省と、経済、まあ、あの厚生労働省、それから、まあ、経済産業省、それぞれのこう利害、その、あの、省庁というのは、それぞれにこう利害を、利害というか、まあ、組織目標が違いますので、その、交渉と、その、ネゴシエーションとして見る、例えば、キューバ危機の場合ですと、国務省、国防長官、マクナマラ国務長官、ラスク、それから、まあ、参謀本部、のテイラーなどが、それぞれこう、それぞれの組織の、利害のまあ最大化を求めるという、そういうふうなモデルですね。例えばこれはあの経営学で言いますと、例えば営業部であったりとか、いくつかの事業部ごとのこう目標がこう異なる場合には、的確かも、まあ、あの意味があるかもしれません。でもう一つの、組織政治モデルというのは、例えばこうケネディ政権で言うと、ジョン・F・ケネディというのが、大統領で一番のこう最終決定を下すわけなんですけれども、ロバート・ケネディという弟の、JFK の弟であるロバート・ケネディというのが、司法長官であったと。そして、まあ、司法長官というのはこの、キューバのこう防衛問題ということに関しては本来はそのあまり意味のない役職なわけなんですけれども、実はまあ弟として非常に大きな影響力を持っていたという、これがまあ結構重要だったということをまあアナリソンは示唆するわけなんですけれども、このような国家そのまあ例えばこれをまあ企業に転換して、まあ、あのアナロジーしてみますと、会社として例えば、まあ、A 社っていうものはどう対応したのかっていう、まあ、IBM で言いましたら IBM がどう対応したのかっていうことでも言えますし、それからも組織出力モデルで言うと事業部ですね、ディビジョンごとにどういうふうなこう判断をしたのかっていうこと、その方程式としてまあアウトプットを考えるというものであります。そしてまあ組織内政治、組織政治モデルとしてまあ実はそのなんかこう取締役会議でこういうふうなこう人間関係が、あるいはその背景にある人間関係があったというふうになるかということがあるかと思います。ちょっとそれに関してはケースバイケースでまあどう見たらいいのか、あるいはその情報のレベルにおいて見ていく必要があると思います。あとはそうですね、マイクロソフトを若干だけちょっと見ますけれども、まあ、IBM の、この時点、IBM パソコン市場に乗り出して、1980年に IBM パソコンの使用決定しますけれども、IBM 単独の資源投入は危険なので、ハードと基本ソフトをオープンにし、IBM 以外の企業も応用ソフトや周辺機器の開発に参加できるようにすると。狙いとしては開発全体をスピードアップ、IBM のパソコンが業界法人になる、オープン戦略ということですね。しかし、まあ、キーコンポーネント、基本ソフトの開発と、パソコンのシーズンゾーンといえる CPU の開発を他社に委ねると。
OS はマイクロソフト、CPU はインテルと。まあ、オープン化の理由として、あくまで、主流はメインフレームで、パソコン市場がメインフレーム市場を凌駕するとは、考えなかったということがあります。で結果、まあ、マイクロソフトとインテルの対立を許し、もう一つ大きな問題として、IBM は、両社からの製品を、独占的に納入する契約を結ばなかったということになります。ですね。はい。じゃあ、次回、GAFA という項でも、ちょっとこう、チャンドラーとの対比で、こう、GAFA を見てみるというところで、シアーズローバック。これは、まあ、初耳の人も多いと思うんですけれども、まあ、GM ディボン、スタンダード同じぐらい重要な会社で、要するにこう、通販というのをそもそも始めた、会社ですね。それまでこう、小売りというのは、まあ、小売というのはそもそも、お店で売ってた、まあ、小売店、まあ、町の小売店とか、デパート、などあったんですけど、その中でこう、通信販売ということをこう革新的なことを開発したのがシアーズローバックで、それを今インターネット上でやっているのがこうアマゾンと。ですので、アマゾンのこうやってることっていうことを理解するためには、このシアーズローバックがどういうふうにこう、小売を変革したのかっていうのは非常に大きな参考になると思いますので、それをこう、扱う、お話しするということと、それを踏まえて、それをインターネット上でやるということを、開発したこうアマゾンっていうのが、どういう特徴を持っていて、今後、まあ、まあ、特に AWS ですね。アマゾンウェブサービスというものが、これからの、こう、インターネット世界を、こう、商業的な意味で使う場合にも、GAFA のわけでも飛び抜けて重要な地位になると思うんですけれども、その展望を、こう、考えるために、特に、GAFA の中でも、アマゾンに、こう、アマゾン、そして、それと、もう一つ可能性は、まあ、アリババですね。中国の、まあ、中国のアマゾンと言われるそのアリババ、これと、アマゾンとの競争関係ということについてお話したいと思います。ですので、まあ、来週は、大まかに言ってこうシアーズローバック20世紀初頭のシアーズローバックの、特徴、それから、インターネット上でその通販を開発した、アマゾン、そして中国で、中国の経済の仕組みを変えてしまったと言えるという、アリババ、そしてそのアリババと、アマゾンとの今後の、競争関係が世界のインターネット販売市場というのをどういうふうに変えていくかという話、その3点をお話しして、全体の締めくくりとしたいと思います。今日の講義はこれで終わります。ありがとうございました。